れないよ。あ、落ちる落ちる落ちる、やばい、落ちる、やだ。お母さん、朝ですよ。はい、何起きる、何起きる、寒い寒い、何起きる、寒い寒い、寒い、時間だよ、わあ時間だよ、時間だよ。お母さん、お風呂入るね。まあ、ありがとう。最近京花さんこれハマってるよね。最近京花さん拭いてくれるのハマってるよね。よし、ちょっと。京花さんは目がとっても悪いので毎朝コンタクトをつけてます。京花さんはコンタクトがないとほとんど見えないらしいです。ピチカミのベーススタイリングシャワーを髪に吹きかけつつ、タングルティーザーという櫛で髪の毛を整えていくわけです。これが京花さんの髪の毛のルーティーンですね。こうやって髪の毛のお手入れをしております。京花さん今何されてるんです？スマホ見てんの。休憩中。キョウキョウさんがメイクをしております。またいつかの機会にキョウキョウさんのメイクについてはじっくりとそちらで動画にしたいかなとは思います。いつか。そして京花さんいつの間にか着替えております。今日は寒いので上がスウェットにしたんでしょうか。はい、ということでお互い準備が終わりました。今日の朝ごはんはエペはこの前作っておいたビーフシチュー、京花はミートソースうどんです。ということでどうだったでしょうか。ベカップのリアルすぎるモーニングルーティーン、食べますか。ということでまたね、バイバーイ。いただきます。いただきます。